ロックスラジオ深夜便真夜中のステージ提供 T ロックス出演都市でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。小学校の時の思い出なんですけれどもね、ある日ね、先生をね、怒らせてしまったんですね。学校のクラスで、授業中ですね。何か多分ね、生徒たちがね、ちょっとその、原因はわからないんですけど、ふざけてたとか、その、先生の、言うこと聞かなくて、女の先生だったんですが、若い先生だったと思うんですけれども、先生がね、怒ってしまったんですね。あまりに、私たちが子供たちがわがままだったと思うんですけどもね。でその先生がね、授業をねボイコットというかですね、怒っちゃったんで、もうあなたたちには、授業しませんって言って、教室の横にこうよく机があるじゃないですか、先生が座るだけの机ね、あそこに座ってね、授業をねしないっていうことになってしまったんですよ。で僕たちはね、子供たちはね、反省しまして、これはまあ、100% こっちが悪いんで、ね、で、ボイコットする先生も大人げないって今思えばそうかもしれないんですけれども、でもまあ、そういうふうに怒ったんですよ、先生がね。で、もう、拗ねた感じですね。うん、で、そこに座ってずっとこう、塞ぎ込んでる感じ。で、僕たち生徒は、これは悪いことしちゃったということで、先生にね、謝ろうということで、なんかね、謝りに行くんですよ。一人一人というか、この二人一組とか一人でもいいんですけれども、その先生のもとによって、ごめんなさいとか、いろいろこう、いろんな言い方をしてね、先生の機嫌を直すように話しかけるっていうことをね、やったんですよ。で、それでもね、全然先生ダメだったんですよ。何にも聞いてくれないんですよ。で、その時にね、僕思ったのがね、その先生のところに行って、何か話して、でも全然ダメだったりすると、友達がね、あ、この言い方じゃダメだ、もっと作戦立てて、もっといい言葉を考えようぜ、なんてね、言ってるわけですよ。で、それもバカだなって思って、そんなこと先生に聞こえるところで言ってること自体も完全にバカにしてるなって感じですよね。だからね、先生もね、それは怒って当然だなと、余計怒るだろうなと思ってたんですよ。うん、小学校ね、多分3年生ぐらいだったと思うんですよね。なのでみんな子供ですからね、私も子供ですけど、ただ本当にね、その作戦立てようぜなんて言ってる友達見て、こいつバカだなと思ってたんですけれども、でね、その後結局先生が、全員座れと、ね、机に座ってね、椅子に座ってね、で、みんな目をつぶってくれと、一人一人全員ね、必ず目をつぶれと、で、先生こういうことで怒っちゃったけどもね、で最後みんながいろいろ自分に対して言ってくれたけども、でも自分はこうあんまりいい気はしなかったんだけれども、でその時にの正直に言っていいからね、目つぶってる状態でその先生に対して、へそ曲げてるね私に対して腹が立った人は手を挙げなさいって言ったのよ。で、みんな目をつぶってるから、当然、誰が手を挙げたかはわからない状況ね、なんだけど、自分ね、一番後ろにいて、ずるいんだけど、薄目開けてたのよ。で、一人の女の子が手を挙げてるのが分かったわけ。ね、A さんがね、ああ、あの子手を挙げてるわと。これはまた、やっべえぞ、これもう激怒されんぞと。ね、先生が憎いと思った人、手を挙げなさいって言ったところに手を挙げてるから、こりゃ怒られんぞと思ったのさ。そしたらね、その先生はね、じゃあもう分かりましたと、今ね、みんな目つぶってるから見えないかもしれないけど、手を挙げてる人がいましたと、
で、先生の気持ちを分かってくれた人はその人だけですって言ったんだよね。で、俺その時にね、その時はね、意味があんまりやっぱり分からない、ピンとこなくてね、怒るどころかね、その人のことをね、まあ、褒めてるわけでもないんだけど、先生の気持ちを分かってくれたのは、その今手を挙げてくれた人だけですって言ったことに結構びっくりして、うん、でしばらく分かんなかったんだけど、まあ大人になるにつれてね、なんとなくやっぱり分かってきたんだけれども、結局のところは本気で先生に接してるかどうかなんだろうね、そこのとこだろうねって思いますけどもね、僕もまあ大人になっていろいろこういろんな、いさかいとかね、どうしてもねあるじゃないですかね、でやっぱりこう作戦を練りたくなるですよね、いろいろ小細工をしたくなる、うまく収めたくなる、なんだけどそれでうまくいくときはそれでいいんだけども、ダメだったら基本自分の思い通りのことを伝えるというか、そういうふうにな行動して、でそれでもダメだったら、まあダメだと諦めるしかないかと、策をね練ってね、うまくいくとは限らないなっていうふうにねちょっと思いますね、最近は特にね、なので、まあまずこうストレートに行ってダメなら、多分その後作戦練っても多分ダメだろうっていうふうにちょっと思ってるので、そうですね、基本はそのストレートに本音で言ってダメならダメかなって、もう諦めようっていうふうに最近はちょっと思っていますけどもね、まあね、子供の頃のそんなね記憶からちょっとこういうお話をしてみたんですけれども、はい、じゃあね、今日はこんなところです。また聞いてください。ありがとうございました。おやすみなさい。ロックスラジオ深夜便、真夜中のステージ、気まぐれエッセイ話、提供 T ロックス、 出演都市でお送りいたしました。